はい、皆さん、ユビーズ東北センターのふじゃんです。今日はちょっと夜なのでテンションを若干抑えめでやっていきたいと思うんですけれども、なんていうかですね、この昨今メルカリやヤフオクなど便利なオークションアプリやサイトがもうね流行してますので、なかなか外に買いに行く機会っていうのも皆さん減ってるんじゃないでしょうか。店頭で実際に何かを探すよりも確実に欲しいものが手に入るので、そうですね、やっぱりそっちのねメルカリとかヤフオク頼りになってしまう人も多いと思うんですけれども、でもねやっぱり自分の足で物を探して買う感動っていうのは何物にも変えることはできないなっていうふうにやっぱり未だに思いますよね。それにあんまり良くないと思ってたものを実際に手に取って見て惚れるっていうパターンもあると思うんで、僕はやっぱり自分で探しに行くっていうのも大事だと思っております。さあ今日はそんなお話にぴったりなツイートをご紹介します。渡辺さんのツイートですね、買い出しに出ております。指人形とガンバライジング探しの旅ということで、おいいですね。こういうリサイクルショップって意外なものが意外な値段で手に入ることが多くて、指人形なんていうのもだいたい数十円から数百円で手に入りますので、ユビーズ的にもリサイクルショップとかっていうのは非常に重要な場所なんですよね。さあそんな私も東北に引っ越してもう1年になるんですけども、行きつけのホビーショップっていうのはほとんどまだ見つかってなくてですね、でもスマホって便利ですね。あのシリってあるじゃないですか。シリに近くのリサイクルショップ教えてって言ったらバーって一覧が出てきて、でねちょっと暇な時にその一覧をほとんど回ってみたんですよ。それで手にした指人形たちを今日はご紹介したいと思います。まず最初にシリが教えてくれた店で買ったのがですね、この、デフォルメクラブに入ってたロボットケージとハカイダーですね。この時は、まあ、5体セットでキカイダーとかイナズマンとかも入ってるんですけど、どれか1個ゴールドの指人形が入ってて、なので通常カラーが欲しい人はちょっと二手間かかるんですよね。一手間二手間かかるというわけで、でなのでね単品でこの2体を先に手に入れておきました。これでこの2体どっちかがゴールドで入ってるセットがねもしあったとしても、それを買えば通常は全て揃うので、これいいなと思って買いました。そしてガメラ3に登場したイリス、僕ねイリス好きなんでこれもねちょっと手に入れることできました。それから、こちらのねガンキャノン、これですねガンダムの、まあ、これもセットの指人形で、どれか1体ねこのちょっとシルバーの指人形になってしまってるんで、僕はたまたまその1体ガンキャノンだったんですよ。なので通常のカラーのガンキャノン持ってなかったんで、これね単品で売ってたのでガンキャノン買いました。ガンダムの指人形はもうジオン軍のモビルスーツが最高にいい味出してまして、僕はこのドムがお気に入りです。でドムねやっぱり3体集めたいし、ザクもいっぱい欲しいですね。なんか10個くらい欲しいなと思うんですけど、これですねザク、それからシャーザクとファーストガンダムも一応所持してます。他はねシードデスティニーとかね、違うシリーズはちまちま持ってるんですけど、やっぱりジオン軍のモビルスーツはねどれもいい出来なんで、このガンダムのファーストシリーズの指人形もおすすめですね。そしてこちらネオスとペギラのセット、ネオスはもうね2体持ってるんですけど、うちネオスはみんないい状態が多くて、で今回もまあネオスが目当てだったわけじゃなくてペギラがね欲しくて買ったんですけど、ネオスもこれ綺麗な状態でまた手に入ったんで嬉しいですね。多分自分が持ってる中でもこれが一番出来というか状態がいいネオスかな。でペギラは若干の
この汚れがあるんですけど、後々綺麗な備品と取り替えるということで、先にまあこの中古のペギラをゲットしました。ペギラもいろんな色のペギラ出てますけど、このね一番まともなカラー、この色が欲しくて探してたんですけど、いいですねペギラ。そしてこれもまた違う店で手に入れたんですけど、ちょっとねこれどんなもんか気になってるんですけど、これね歯ブラシキャップみたいなんですよ。で、まあ、スクイー人形もやっぱりゆり人形の親戚のような扱いで僕らは買ってるんですけど、他にもね指人形の親戚になれそうで意外となれないようなねものっていっぱいあって、例えばハッカパイプとか、それから水鉄砲のフィギュアとかね、いろいろあるんですけど、ちょっとこの歯ブラシキャップっていうのもなんかサイズが近そうで気になったんで買ってみましたけど、どうでしょうかねサイズ。まあ若干でかいかなっていう感じですけど、でもまあ頑張れば馴染めるかなと。僕ゾロリやっぱ小学校の時すごい読んでたんで懐かしいなと思って買ってみました。歯ブラシキャップ、これ抜いたらあれだね、なんか指人形っぽくなるかもしれないね。はい、というわけで歯ブラシキャップ買ってみました。それからまた別のお店で大量の駄菓子と、これめっちゃ懐かしくないですか、これ僕興奮してこれ買っちゃったんですけど、このねちっちゃい、なんて言うんでしょう、粒のなんかラムネ味、ラムネみたいな、コーヒー味とかそういうのが入いっぱいこうジャラジャラ入ってるお菓子があって、これ遠足の時に絶対買ってたんですよね。あとこれとか、これ懐かしいよねっていうのは置いといて、この、これ仮面ライダーキッズのザビーかな、これを買いました。50円でした。他にも持ってない指人形とかねいっぱいあったんですけど、まあ、どれもボロボロだったので買わなかったんですけど、でも実際にこれ手に持ってねどんなものか吟味することができたんで、すごいそれはいい収穫になりましたよね。実際欲しかったけどボロボロで買わなかったものはあったんですけど、あこんな感じなんだ、へえいいなっていう、やっぱり実際手に取って写真だけじゃなくて触れるっていう魅力がリサイクルショップとかそういった店頭にあるなっていうふうに思いました。ザビーはねまともな状態だったのでこれ買ったんですけど、これまた別の店で買いました。ドラゴンボール界のチビコレバッグですね。なんかねこれがね3つ売ってまして、同じものが、でちょっともう1個くらい買っとこうかなと思ったんですけど、今日はとりあえず1個だけ買っておきました。ただ見てもらえると分かる通りかなり汚れてるんですよね。こういうチビコレとか昔の装備とか、これ窓付きのものって意外と中身汚れてること多いんですけど、何でしょう、ホコリとかが入ってくるんですかねこれって。まあその保管状況によるんでしょうけど、でもこれ汚い指人形って一見テンション下がるんですけど、磨けば絶対に綺麗になるんで、何でしょう、その磨いてる時が結構楽しかったりしますね。そのかつての美しい状態に戻っていく過程をこうやって楽しめるっていうのは、指人形を飾る以外にもこうまた大きな醍醐味の一つですね。これもちょっと磨いてあげるのが非常に楽しみです。いい出来ですね、全体的にもね、こうパッと見ても。これ地味にちょっと探してたちびこれだったんで嬉しいです。はい、というわけでいろいろ今回もゲットすることができました。すいません今日ね時間帯があれなんで若干テンション低くて本当に申し訳ないんですけども、心は今騒いでおります。いろいろこうやってね手に入って嬉しいですね。皆さんもぜひぜひ、リサイクルショップなどね探してみる価値は非常にあると思います。今回僕は全部で4店舗くらい回ったんですかね、確か4店舗5店舗回りましたけど、結構いいものを手に入りました。なんか激レアっていうほどでもないんですけど、でもああいいねっていう、会いたかったぜみたいな、そんな指人形多かったですね。はい、というわけで、ぜひ
お店に足を運んで買ってみてくださいっていうメッセージを伝えたかったっていうのと、それから Siri はすげえなっていうことですね。あの iPhone の Siri にね、本当話しかけるとすごいいろんなことを教えてくれるんですよ。この間遊びでいろんなことを吹き込んでたんですけど、例えばなんかね、トイレ行きたいって言ったら近くの公衆トイレがバーって出てきたりとか、何でも大体対応してくるんですよね。非常に助かりました。皆さんも近くにお店がないとか分かんないっていう人はぜひ Siri とかに話しかけてみてはいかがでしょうか。意外とねいい店教えてくれますのでおすすめです。はい、というわけで今日は、ちょっとテンション低めですけども、指人形実際に探しに行ってみたっていう動画ですね。さあ皆さんも元気に指人形をこれからも集めていきましょうね。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。